PSRJ0737 から3039は、唯一知られているパルサー同士の連製である。PSRJ0737 から3039は、自転周期23ミリ秒の PSRJ0737 から 3039A と、自転周期2.8秒の PSRJ0737 から3039バイトで、構成されているパルサー同士の連製形である。 中性子母子同士の連星は、片方がパルサーである PSRB1913 プラス16が知られているが、両方がパルサーであることが判明しているのは PSRJ0737 から3039が唯一である。また、地球からの距離は PSRB1913 プラス16の10分の1である。 PSRJ0737 から3039は互いに80万 km 離れている。質量はほぼ同じなので、共通重心を中心とする半径40万 km の円軌道を交点していることになる。これは地球の周りを交点する月に相当する軌道である。ただし、月が27日かけて交点するのに対し、 PSRJ0737 から3039は、わずか2.4時間で降低している。これは、カニザイチエムセイの5.3分、SDSSJ65133.338 プラス284423.37の12.75分、PSRJ1719 から1438の2.2時間に次ぐ、短い降低周期である。 PSRJ0737 から3 0 3 9は、光天周期が短く、天体が重い連星系のため、重力波の放出による軌道の減少が顕著である。PSRJ0737 から3 0 3 9の軌道は、1日あたり 7mm 減少していると推定されている。パルサー同士の連星系は、重力波の検出を試みる実験では、 理想的な対象である。ただし、PSRJ0737 から3039の重力波による変動は、リゴでも1アトメートルのオーダーである。また、この減少速度から推定すると、PSRJ0737 から3039は、8500万年後には、互いに衝突すると予想されている。このことは、以前考えられていたものより、 中性子母子同士の連星の衝突頻度が高いということを示している。これは重要で、中性子母子同士の衝突が、金などの重元素を生み出しているという理論があるからで、ある。中性子母子同士の衝突は、宇宙最大の高エネルギー現象の一つであると推定されており、中心部の温度は1兆度まで加熱されると推定されている。衝突後、 大きな中性子星になるのか、それともブラックホールへと重力崩壊するのかは分かっていない。PSRJ0737 から3039は偶然にも地球から見てショックを起こす。これはパルサーの強い磁気圏に囚われたプラズマによってパルスが遮られることによって起こる。このショックは30秒ほど継続する。ただし B は時期が弱いため。 A の色は完全ではなく、パルスが少し漏れることが分かっている。PSRJ0737 から3039は2003年にオーストラリアのパークステン問題で発見された。当初はミリ秒パルサーとパルスを放出しない中性子母子との連星であると考えられていたが、2度目の観測でパルサー同士の連星形であることが分かった。 abcpsrj0737 から3039シンバット、hatab first double pulsar、er、found シロ、hatabcdef the first double pulsar シ、er, ロ、hatabc an increased,estimate of the merger rate of double neutron,stars from observations of a highly relativistic system.the double pulsar,how、er. was it discovered and why is it? インポータント、ファースト、ノウンダブルパルサーオープンズアップニューアストロフィジックス、ジョードラルバンクセンターフォーアストロフィジックスハット、NHK スペシャル宇宙道への大気候第3巻100億個の、太陽 NHK 宇宙プロジェクト編、ISBN 978から4から14から080593から、0。ありがとうございます。